こでキレされることとかほぼなくない？ほぼなく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 なーい。インポスター引かねー。初手ボタンの大事さを痛感した皆様。はい。早い。鬼のように橋を登ろう。めっちゃ思った。はいはい。早いんじゃない。部屋主有利だから。ずるいよね。直見乱用。直見乱用用ボタン。ずるいよね。ずるいわ。かぶるのなんか。でも宿舎前今回今日あんまり初手で出なかったから久しぶりに引いたの。宿舎前めちゃくちゃ湧いてました。死ぬほどいましたね。6人ぐらいかな。、うん、ヤンキーは多分全員いたはず。ヤンキー1人ハンバーガーないかなってキッチンになった。ヤンキーバーガー作ろうと思って。キッチンでも後半でいいな。ちょ、停電。しょ、これか。緑。今溜まってないかな。そんなに汚れてないよ。ちょぼ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 。ナイス。あ、よかった。ナイスボタン。ナイスボタン。ナイスです。今夏目先生クって言いました。誰か言いましたね。夏目先生ね。夏目だけど、キレできなくて。笑ってて。違う。笑っててね、オラオ君面白かったよね。え、もしかしてあの時立ってた時に僕をキルしようと思ってた時。違うよ。え、面白くて笑ってたの。お疲れ様です。本当に。ナイス。お疲れ様です。戸田さんいい人だよね。あ、黒川やばい、これノリ、ね、もうやばい、難しいな。いや、これ多分46生き残るよ今回。大丈夫、46で生き残る。待ってギリギリにしたいな。どっちなんだ、夏目先生に入れた方が多いのか、スキップに入れた方が多いのか。いや、待って、俺スキップ入れちゃった。いや、多分黒川が入れちゃった。いや、ダメ。ねえ、黒川、これ黒川が入れても大丈夫。黒川が入れても大丈夫。黒川、ねえ、黒川お願い、本当にお願いします。え、夏目先生は何してくれるんですか。え、やっぱ V になったんですけど、やっぱ 黒川先輩やっぱすごいなと思ってて、夏の先輩だからね、やっぱ優しいところはすごいと思ってて、まあ、声もかっこいい、ネタもね面白いってすごいなって思ってます。本当に実写とかも心がこもってないの、夏目先生に言います。はい、いや、これマジで死んじゃうんじゃない。いや、これはやばいびっくりしちゃった。いや、多分46で生き残ると思う。多分大丈夫。俺が多分夏目先生に言っても俺は悪くない。俺は悪くないです。僕は死んでほしくないよ。殺してください。夏目に投票する。あ、これやったらややこなる。それやったらもう。ややかい。ってしまいそう。もうあと10秒のさ。俺はでも、俺はごめん。夏目先生に入れた俺は。あー、もうバイバイ。わ、あ、死んだ。おー、惜しいって何。惜しいな。貨物列車、シュッシュッシュ、急げ、シュッシュッシュ。水色ピンク黄色、水色ピンク黄色オレンジ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 。
タスクはちょっと覚えたい。ああ取られた。色ピンク黄色オレンジ。はい、いいボタン。はい、いいボタン。じゃあ今度こそ。さすがに無理。さすがに入れないもん。命はそんなに軽いんですか。でも思ったより票集まんなかったな。命はそんなに悪いやつしかいない。意外とみんな優しいな。だから俺も大丈夫だと思って信頼、みんなを信頼して集めてた。今回多分2、今回多分28よ、多分今回。ないとないのちで。じゃあ自投票してもいいんじゃない。37。自投票してもいけそう。悪魔だ。分かった。分かった、自投票してみる。うん。また黒か黒か。どうしようかな、これね、あくめ。自投票したな、夏目。いやでも黒川のモヒカンかっこいい。でも夏目鶴太郎がおもろいんだよな。なんで、なんで、ダメ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 。黒川持ってないからね。お願いします。スキップに入れた方がゲーム的にはあれだけど、でも夏目入れた方がいや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 、もうしょうがない。俺配信者だから、配信者だから。人の命で遊ばないで。若い魔界公爵だからな、別に道徳じゃないし。夏目夏目を魔界先生になる。魔界先生になる。魔界先生、魔界先生になる。エセ魔界はしねえ。あ、あ、しろ。お金も入ったな。お金も入ってる。意外と入ってるな。持ってる入った。持ってる入ったら。あのさ、人の命を何だ。アーカイブ。緑、青、青だったっけ。スラッシュのためにこう閉じるから。これは共通タスクっぽいね。あ、やりたかった。おー、綺麗だよ。あれも使えるじゃん。よ。ほら、ボタンを消費させる作戦か。そんな強くないよ、ちなみに。しょうがないかもしれないけど、プテさんは俺のこと殺さなかったな。いや、逆よ。めっちゃ殺してもいいよって言いながら歩いてた。いや、殺されるな。その発言白いな。わからん、わかんない、その2人の発言がすごい。これ追いつかれたら殺されるなと。え、てか、それおかしくない？僕だって逃げてたじゃん、エロちゃんから。俺目線だと重なってる。あ、そうなんだ。はい。僕はギリ視界範囲外ぐらいだった。あ、まあそこはラグがあるんであれですけど、俺の目線だと全く一緒の動きもう重なってるから、殺してもいいよってさんっつって俺は認めるって思ってた。白いわ。白い。それとはなんでチャットで好き放題喋ってるの。本当だ。本当だ。今オーラ、ね、今聞いた。ボットじゃん。クイックチャット、クイックチャットってどうやるんですかこれ。ふぅ。おもろいこれ。ふぅ。エンジンルーム。おー、いいや、めっちゃおもろいこれ。あ、投票して。あ、すいません、すいません。夏目先生に言います。すいません。え？お、急に許された。ついに1票だ。許されたよかった。チッ！では、プリカをチッ！謝ればどうにかなるんだな。4-7-0-7-3-3
ピンク。ピンク、ピンク、ここにピンク。あなたからピンクであなたして受け取ってよ。だけど青のりまいまについてるよ、青のりまいまについてるよ、さっき食べたお好み焼きの青のりまいまについてるよ、君が笑顔なればなるほど君の魅力なくなっていく、青のりまいまについてるよ、ついてくるよ。なんかちょっとこっから先エレクトリカ行くのはよくないだろうな。ボタン強い。夏目先生、タスクできました？できた。ああ、よかった。ちょうどいいボタン。ありがとうございます。おやさんと夏目先生が一生やつってたの見てたわ、ずっと。何やってんだ、こいつだと思って。いや、クロムさんに、いや、僕がミーティングで夏目先生やったらクロムさんに見てもらってたらいいかなと思って。あ、夏目は、そういうアピールだったよ。夏目はオラフくんが遊んでるから、夏目も遊ぼうって思って。遊んでないっすよ。めっちゃ遊んで、あれ黒川遊んでたよね。オラフくんなんか。だから俺僕いやでも二人、俺の目には俺の目には二人とも遊んでるようにしか見えない。いやいややってます、やってます。誰夏目先生に一票入れたろう。ダメでしょ。なら。黒川さんです。バレた。メインルームがいい。エンジン。和石の方がいいかな。キリティ。両方できるってこと？そういうことなの？どっちでもできるんだ。ここでキルされることとかほぼなくない？ほぼなく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 なーい。こっちの方が安全じゃない？知らんが、そういうことか。どっちかランダムかと思ってた。うわ、すげえ。白、黄色、ピンク、黒。白、黄色、ピンク、黒。黄色ピンク黒よし、あらま、おお、あれ夏目先生今いなかった？いたよね今ね。いましたいました。電気室います、ね、電気室いる。電気室の左下の方から左上に行くエロちゃんとすれ違って、あやべみたいな挙動をして下のを見て、僕は下の方に行ったら死体がありました。あったことを意見ですね。先端が、ちなみに、あ、ごめんなさい。あ、先端が引き返してます。俺はセキュリティの方から行って、電気室のあの階段登ってるとこなんで。はい。あ、一個いいですか？入った瞬間に先端が下戻って通報って感じですね。あ、そういう意味。はい。あ、ごめんなさい。僕、全然別でシャワー室の配線タスクやってた左上の昇降機右下の弁当開くのを見ました。だったら柿さんは絶対無理ですね。うん、あの昨夜さんと僕ずっと一緒にいたんで絶対無理です。これは2キルよね。2キル、はい、2キルずつだよね。白黄色ピンク黒が電気しましたね。でそっからピンクと黄色一緒にいたってことですね。はい、はい、担当さんもいた。隠しらしい。最初手はキッチンで、オラフ君とクロモさんが多分下の方へ行ってると思うんで、キッチン側の方に行ってると思います。そっからは分かんないです。その後僕はシャワー室で弁当見て以外に情報はないです。じゃあ消去法でトータスさんが死んだとすると、消去法でプテラさんが弁当の主になる、うん、いやそれは絶対なくて、トータスさん視点で最後僕がエンジンルームでトータスさんとすれ違ってるのを見てるよね。うん、トータスさんの弁当の話が本当かどうかわかんない。え、最後どこで見たって言った、うん、シャワー室の配線タスク見てる。シャワー室の配線タスクで弁当を見た後にトータスさんはエンジンルームの方に走ってったってことね。そうです。ボタンを押しに行こうとしました。あ、なるほどね。ボタンはなかったです。僕は押しました。これどっちから釣ります？
俺は先端からつっとしてる。とりあえず先端エロで絶対一つ一応入れる感じなんだよね。これ合わせんと同票になる。ボタン残ってるの？俺は先端、俺先端入れてます。俺ボタン残ってる。どっちも残ってない。センターさんってあれ どうだっけ？どっちも残ってる、どっちも残ってる。あ、なるほど。まあ、釣り切っていただければ。これは投票しませんでした。賢いと。ナイスボタン、はい、はい、今日僕でいいですけど一応タスクは今終わりました。はい、ナイス。トータスさんに1個質問したいんだけども、うん、弁当見た時系列はいつですか？弁当見て、あ弁当やってなって走っていって最後宿舎前通路よりちょっと手前ぐらいにたどり着いて、そこまでは寄り道ゼロです。シャワー室で弁当見てから宿舎前通路まで、ドア閉めなしで走ってるって感じ？やと思う。多分そうやったと思う。いや一応ドア閉めはエンジンルームとメインホールの間のドアは閉まっていたから、それは僕が開けたら盗撮さんが正面から出てきたっていう感じ。あそんな感じ。じゃあそこで合ってる。あと一応クロムさんはエレクトリカルで電気室で見ましたが、その後の行動は分かんないですよ。僕はずっとエレクトリカルにいますね。サントスさんといるはず。最後いて、バイタルのところに私が抜けて、最後その後ろまで来てる。診察室までクロムさんも入れてる。はい。オラフ君がその後どこ行ったかやな。さっき言えば先端のこの釣りに関しては、夏目さんの容疑だよね。そう。うん、オラフ君を見た人は分かんないの？オラフ君は最初は見たんですけど、最初はキッチンの方へ行ってたんで。俺は見てないですね。キッチンの方からセキュリティにすぐ行ったんで、展望デッキだと。だから見てないですね。キッチンで一緒には行って、で、キッチンから右の方へ行って、後から武器庫からクロモ君が来たって感じかな。ん？違う。え？それ、武器庫には行ってないですよ。武器庫から来たのがオラフさんじゃないですか。あ、そうか。ごめん。逆やったらごめん。逆ですよ。俺が右の方に行ってるんで。俺がそれで常に電気室行ってるんで。シャワー室の弁当見たんだよね、東田さんは。うん。シャワー室の弁当じゃないですよ。昇降機右下っすよ。開いたの。昇降機右下ね。右下。うん。シャワー室から見たってことですか？そう、シャワー室から見た。あ、なるほど。パカーンって来たの。じゃあ、プテラさんが一応1には入るのか。うん、いや、マジで？右から入って左回ってきたら、まあ。マジではあるじゃないですか。マジではあるじゃないですか。まあ、消去法が他できない照明ができちゃった、うん。これはだいぶ怪しい。まあ、一郎を連れてると思うんですけど、油断せずにボタンとか意識お願いします。はい。頑張れ。頑張れ。つれ。殺せ。許すな。乗れ。何今の？チャット。おい。これ売ってるんだ。しかも高まっちゃったね。死んだ。メインホール。何筋肉を切ってた。おらくんがマネキンに服を着せました。ごめんなさい、なんか、ナスメしましたか？ごめんなさい、ぶち切れちゃった。あ、ごめん、はい。マイクに手が当たっとった。ああ、はい。ごめんなさい。ちょっと謝っといて。なんでこのとこで死んでた？これしかも2回、もう1回入ってますよ、さっき、ここ。あ、そうなの？ここってここタスクないけど。なんもない。さっきも入ってたよ、ここ。何してたの？
ここ弁当とか見れるとこ？いや、なんもない。見れない。眠かったのかな。寝たかったのかな。いや、二人でね、ずっと一緒にいたんだよね。意味がわかんないけど。仲良しだっただけだ。あの死体絶対見つからないよ、もう。これ普通に勝つんじゃない？シャワーにいますよ。シャワー。あ、来た。メイン、今はメインホール。お、ありがとうございます。お、黒川？いるんじゃね？あ、サックヤさん。お、え、これワンチャンある？え、あー。はい。はい。今連打したか分からないですけども、多分メインとエンジンの中間で死体発見です。で18秒前時点では黄色がカキさんが死んでいて、その時点ではトータスさんが死んでおりませんでした。サクヤさんは私の裏に後ろにいるので、サクヤさんはインポスターではないです。マジ？じゃあクロムか。そうですね。僕ねコックピットでアドミを見てた時間があった。電気室が3になったタイミングがあって、コックピットに入る前にあれどこだったかな、エンジンルームぐらいだったかな、で到達さんとすれ違ってるの。あ、武器庫あたりかな、武器庫あたりで到達さんとすれ違ってるから、多分到達さんはその後に釣られるかもね。エンジンだっけ、今下やったことでしたっけ、単独コードしてたし、エンジンとメインの中間。ああ。でその18秒前には生きてる、伝統容疑で。あ、生きてんだね、うん、で電気室3になったタイミングがあったから、そこでじゃあクロム、カキさん、あ、誰かがいたのかな。サントさんいた？電気室は。いや、いた。あのね、新バイタルまでね、サクヤさんと一緒に行ってるから、多分ね、多分エレクトリカルの分かんないところに死体があって。ああ、なるほどね。うん、あ、なじゃあ、3になったタイミングは絶対にあった。うんうん、結論としては、釣らずにタスクでいいんじゃないですかね。あと、ミリなので。ああ、そうだね。あ、うん、これ待って、最後僕かも。僕、ミーティングルームに1個ある。どこ終わってます。サントさんも終わってる。素晴らしい、サクヤさん。うん、プテさんだけだね。まあ、クロム釣ってもいいけど、確実なのはタスクだと思ってるので、クロム視点って僕がじゃあ最後のタスクだった、最後のタスクだったら、さん、分かる、俺、酒屋さんとメインホールで最後にやってるから、酒屋さんが違うんだったら、よくてさんしかないから、でも電気から上がってるので、無理です、うん。でも、そうかそうか、まあタスクやろっか、じゃあ、僕、最後1個ミーティングルームあるから。うんうん、で私と昨夜さんは、ひたすら逃げ回りましょう。リアクターが鳴っても直さない、死体を見つけても発見しないで、プテラさんがタスク残ってる人が死ぬ気でやる。行くぜー、ここ幽霊終わってなかったら悲しいぞ僕は。いや多分本当に1人が1票だと思う、うん、あ、1個分だと思う。オッケー、昨夜さんは逃げ回りましょう、死体発見しない。ちなみに誰がインポスターか分かりません。クモくんじゃ。素晴らしいね。お疲れ様です。お疲れ様。タイム出た瞬間に殺された。これはさすがに出るでしょう。いけ。頑張れ。終わらずごめん。ナイスファイト。お疲れ様です。誰これ？ファイト。クロムか。ねえ。エロちゃんとクロッカはクロムかな。あ、エロちゃんなんだ。そうですね。僕あの3票の時先端に入れちゃった。まあそんな、もう僕もそんな主張してないし別に。うん、そっかそっか、うん、あ、黒子信じとったのに。弁当の話とかのをね、いや決めたから。弁当は黒子か黒子か入ったんですか？2人とも入ってるね。入ってないよ。あ、俺が入ったのか、エロちゃん。あ、エロちゃんが入ったのか。うん、スムーした後なんか弁当入ったのがなんか全部連動バグな気するんですけど、なんか言わなかったけど俺は入ってないです。俺入ったのね、メインホールだね。あ、メインホールじゃない、昇降機だね。あ、まあ、だから見えたかな。あ、なんか連動、なんか連動バグあるっぽいっすね。うん、昨日なんか違う人もいたけど連動バグはある。クロム君申し訳ない。いや申し訳ねえ、俺も。あ、いや申し訳ないな。いやいや、連動バグ考慮しなきゃいけないのめんどくさいな。うん、連動バグってなんすか。違うところの弁当に入ったのに違うところの弁当の開閉が動くっぽいです。でもまあ今のはね、まあ、普通それっぽいですね。普通に初号機のとこって言ってたんで。うんうん、あ、初号機にエルちゃん入ったの。あ、そうそうそう。あ、じゃあ連動じゃないか。